ャンプブームが続いていますが、今回は昔ながらの方法で行う切りもみ式火起こしを紹介しましょう。使うのはこちらの杉の板とこちらの姫昔よもぎの茎です。これが姫昔よもぎです。空き地などに生えている植物で比較的簡単に手に入ります。まず板に棒がはまるように丸い穴を作ります。切れ込みをそして入れます。これがポイントです。板の真ん中に穴を開けて擦るイメージがありますが、それは間違いなんです。穴に棒をはめ、棒を勢いよく回します。摩擦で温度が上がって木くずが切れ込みに溜まっていきます。さらに温度が上がると木くずが黒くなってきました。黒くなった木くずが溜まることで温度が上がり、内部から発火し煙が出始めます。ここに息を吹きかけると火がついた。火がついているのが分かりますね。こうなったら麻を細かく裂いたものなど燃えやすいものに火のついた木くずを乗せ、息を吹きかけると切りもみ式で火を起こすことができました。切りもみ式は棒を回しながら板に強く押し付けるのが意外に難しいんです。そこで一工夫してみましょう。それがこちらの紐です。姫昔よもぎの棒の上にも切れ目を入れます。この切れ目に紐をかけます。そして紐の端の輪に親指を通します。親指にはめた紐によって強く押し付けることができ、手のひらだけでやる場合よりも簡単に火を起こせます。ハッピエネ。今回は珍しい方法での火起こしを紹介しましょう。使うのはこちらの灰です。灰を綿の表面に広げてのり巻きのように丸めます。これを木の板の上に置き、板と板で挟んでしっかりと巻きつけます。そして強く押し付けながら前後に動かします。これで火がつくんですか？こちらに乗せます。燃えた。この火起こしの方法をファイヤーロールと呼びます。一体何が起こったのか、上の板を透明な板にして火が起きる様子を見てみましょう。上の板をこのように前後に動かすことで丸めた綿が押し付けられながら転がってきます。丸めた綿を押し付けて回転させることで綿の内部で上側と下側が擦れ合い熱が発生するんです。では綿を15回だけ転がして綿の断面を見てみましょう。真ん中が黒く焦げていますよね。今度は20回転がして断面を見てみましょう。15回の時よりも焦げが広がっているのが分かります。
これが発火するんです。中に入れる灰にも大きな役割があります。灰に含まれる炭酸カリウムには燃焼を助ける作用があるので火がつきやすくなるんです。ハッピエネ、今回は世界各地のいろんな火起こしの中でも最もシンプルな方法を紹介します。まずはやってみましょう。棒を握って押し付けます。こすりつけていきます。するだけで火がついた。火がつきました。竹の繊維で作った火口に火種を移して包み込んで息を吹きかけます。燃え上がりました。これは火溝式と言われるもので、ポリネシアなどで昔から行われている方法です。力や体力が必要に見えますが、重要なのは材料選びです。こする方の木は比較的何でも良いのですが、大事なのはこすられる方なんです。今使ったのは1年目の繊維が柔らかい竹でした。最初はこすったところを温めるために力を入れてこすり、粉が黒くなってきたら冷めないように素早くこすります。この時に注意するのは、粉をうまく一箇所に集めて熱を蓄えること。これで火がつきます。では他のものでもやってみましょう。こちらは大ブタクサの茎です。大ブタクサも1年目の竹も繊維が縦目で柔らかいのが共通しています。この共通点が火が起こせるポイントの一つと考えられますが、実はまだ火がつきやすいはっきりとした理由は解明できていないのです。一言で火起こしといっても、世界各地さまざまな方法があります。火起こしはとっても奥が深いんですね。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハピエネ。